皆さんこんにちは。今回は 4.0 で実装されたリネットの解説をしていきます。よろしくお願いいたします。いろいろあって、だいぶ遅くなったけど一応動画にしていくぜ。軽い概要としては、爆発を発動すれば PT 全体に攻撃力バフ、そして吸引はないが、デコイによる引き付け効果がある。スキルはご存知移動に使える感じだね。それでは、見ていこう。それじゃあリネットの通常攻撃からです。貫突しない限りほとんど使いません。まあ、スキルや爆発の合間に通常位置を挟むくらいかなという感じ。あとは、銃撃を移動と通常でキャンセルできるので、こんな感じにアルベドみたいに銃撃を手早くできるね。一応貫突でアタッカーとして使いやすい設計。一応貫突用のコンボについてだが、反応回数重視なら通常3ダッシュ。超回化とか激化とか、拡散からのダメージを伸ばしやすい編成でおすすめ。ダメージだけなら通常に銃撃になる。これは純粋な、ファルザン編成で使うことをおすすめするぜ。基本的に拡散反応を増やすのが基地だからね。続いて元素スキルは脱出します。一回あたりの移動量はイエランより短く、CT も長いとなっているよ。探索だと4突してからが本番かな。大体放浪者ファルザンで風が2枠埋まるので、結構探索救済用キャラって感じ。そして、星4発のスタミナ回復キャラだね。左右、キララはスタミナ回復しなかったからな。これは嬉しい要素。探索だと祭礼つけるのがおすすめ。事前動画だと、祭礼はスキルヒットだから意味ないよ。ってコメントあったけど、敵に引っ掛けながら使うってニュアンスだね。まあ、イエランほど大きく移動しないから恩恵は小さめな気はするね。引っ掛けに少し寄り道しただけでロスにはなりそうではある。サプライズ。そして、本キャラ特有の。アルケイももちろん所持。こちらは、属性はつくけど付着はしない、そしてクールタイムはスキルとは別枠だけど。祭礼の発動に使えるからダメージ自体はスキル扱い。リネットはスキル CT12秒、アルケイ CT10秒だから。こんな感じでヒルチャールをブスリしても、2回目のスキルではアルケイが発動していないね。一応リネットの一番の活躍の場所はコペリウスのなんちゃら。敵の氷シールドをワンパンできます。螺旋に出てくるかは不明ですが、フィールドボスは必ずいつか螺旋に来るので、その時の解除枠ですかね。あとはスキルヒット時に回復、そしてその後しばらく自傷していくな。基本は貫突アタッカーファントム用って感じがする。それでは、元素爆発について。元素爆発はデコイ効果、そして恒例の元素変化もあります。元素変化は、氷、水、雷、炎の優先度で、風主人公と同じ優先度ですね。2突すると変化した元素の付着とダメージが増えます。デコイ効果はこんな感じで引き付けてるのがわかるね。あとは元素爆発は元素爆発発動後編成した元素の数が多ければ多いほど全体攻撃力バフ。また、元素爆発は通称スナップショットしません。ですので、リネットに爆発発動後にバフがかかった場合、ダメージが変動します。だから、アタッカーで使わない場合ファルザンと合わせるとバフが最後まで適用されないんだよね。ファントムハンター用の調整なんだろうけど、貫突はアタッカー運用できるって考えると、これはデメリット効果に該当しそうだよな。元素変化について軽い補足です。風主人公もそうなのですが、変化するタイミングが少し独特なので、たまに優先度を超越して他の元素が優先されることがあります。厳密には拡散反応が同時に起こる場合で、氷が最優先ではなく水や雷が優先される場合があります。まあ、厳密には敵との距離とかにも依存すると思う。でも、どうせスナップショットはしないので、気になるならそうならないようにローテーションを組むと良いと思います。突についてです。1突、長押しスキルが敵に命中した時吸引します。基本的には微妙だと思います。単発だしあんまり強い効果ではないですね。2突、爆発から出てくる弾が2個になります。実は元から2個だったのかもしれませんが。2突は爆発の火力がメインとなるリネットにはかなり大きい。付着も増えますからね。4突、スキ
キルのスタックが1個増える。爆発がかなり回しやすくなります。そして探索性能が上がりますね。あとは貫突効果の風不要2回に分けてできるので、そういう使い方も可能。貫突はスキル仕様で風バフ。そして、発動中は風ダメージ 20% アップ。ただし、ベネットやキャンディスでは上塗りされちゃうので、貫突ベネットと合わせる人は注意って感じだな。武器に関しては無凸だと清風化祭礼を基本的におすすめ。爆発を圧倒的に回しづらいので、特に風位置ならこの2択になると思います。必要チャージの目安は 200% から、リネと炎さんで合わせて使う場合はとりあえずチャージだけ爆盛りをおすすめ。炎さんは基本的に粒子数がかなり低めだからね。炎さんは 230% とかまで行ってもちょうどいいレベルかもしれない。基本的に無凸は 200% 程度を基準に、必要に応じてチャージを調整してください。祭礼、あるいは4凸は清風から 30-40% 程度必要チャージを下げられるので、基本的に清風を手放すときは4凸以上になります。一応4凸で清風のままでも粒子サポートができたり、攻撃時計や熟知時計もつけやすくなりますね。あとは風さんでも比較的チャージは緩くなるので、熟知特化用に熟知武器や、アタッカー用にキリギリとかは、基本的には無凸や風位置から2編成だと不可能ですね。それでもつけたいならチャージ厳選前提となります。生物は基本的には風4です。火力出したい場合は、絶縁、あるいはファントムが候補です。基本的に火力の大部分は爆発が占めるので、火力だけなら絶縁を使い回すのがおすすめ。貫突で表殴りするならファントムをおすすめ。状況次第ではこの辺も候補にはなるけど、基本的にはさっきの3択だと思います。大体、メインステータスはこんな感じ。スキルが単体ヒットなので集団戦だと単体ダメージよりも複数ダメージ優先。あとは貫突で境界化なんかするのであれば、熟知染めも候補になります。絶縁を使う場合は熟知型で使っても終わってるので、素直に風4か風4がないなら金メッキでもつけておきましょう。続いておすすめ編成です。基本的には、カズハやスクロースの枠に採用となります。だから、ナショナル系列の編成で使うことも可能。リネットの爆発に攻撃力バフがあるので、シャンリンより前にリネットは爆発を打ちたいのですが、水と同時拡散はちょっと難しいかなという感じ。というか、行く秋先に打つので、炎耐性ダウンか攻撃力アップのどちらかしか取れないかも。集団戦だと意外と最終的に両立できる感じでしたが、単体相手だと、どっちかしかできないかも。とりあえず、これまでの風の枠にリネットを入れるのが安牌です。他だと放浪者とかの編成でデコイと風枠ですかね。ちょっと火力高すぎたので攻撃セーブしていますが、こんな感じで安全圏から殴りやすいです。あとどうでもいいけど、明らかにこれまでのデコイより優秀だよね。結構デコイ超越して本体殴りに来てたイメージあるけど、リネットの場合はちゃんと仕事してるよね。でもたまに、イットの牛くんもこんなに引きつけてたかってなる時があるからどっかでサイレントパッチがあったんだろうか。初期のデコイはもっと終わってた。ということで結論なんですが、性能だけで見れば基本的にスクロースやカズハがいれば優先して育成はしなくていいと思います。探索は移動枠が足りないなら編成すると無難です。さすがに4凸の2スタックもあると大きく移動が可能です。フォンテーヌは、ある系キャラがいると一部のギミックを無視できるので。さらに、ある系が有効な敵がいるので状況によってはリネットが優先になります。デコイは優秀ですが、基本的にスクロースを使えるならスクロースでいいと思います。放浪者のように遠距離で殴れるなら利点を感じられますが。結局デコイの中心に行って殴らないと攻撃が当たらないキャラも多いので。一般的には集敵能力の方がデコイよりも優れてると思います。氷シールドを使うフィールドの機械ボスが螺旋で実装されるなら硬さ次第では育ててもいいかも。ただ、氷シールドって一般的に破壊しやすいキャラが揃ってるので、というかシールドが1色だけだと対策はしやすいので、思っているほど優位性はないかもしれないし、同じある系の星5キャラは確実に実装されるので、戦闘面での話だと育成優先度は低めでいいと思います。貫突してる人は、貴重な風付与キャラなので性能関係なく育成して遊んでみることをおすすめ。
少なくとも低凸だとこれまでの風のままでいいと思いました。ということで終わり。皆さんはリネットをどう評価しましたか？教えてね。ご視聴ありがとうございました。さようなら。